はい、山本一郎ですこんにちは皆さんチャンネル登録とコメントのよろしくお願いします。ということで今日お話をしていきたいなと思っているのはジャック・マーさんがね「えー、アリババの総帥」ですけれども最近2ヶ月ぐらい行方不明だって話なんですけれども。 ねえあのまあ、2回蔵の前にそのアントグループというね彼らの,その金融部門がです、ねまああのまあ、世界最大の上場じゃないかみたいなことを言われて言ってるその3日前にですね中国共産党に対する批判的な発言をです、ね、ジャック・マーサンがされたということでまずそのアントグループのです、ね、上場が取りやめになったってこれはこのチャンネルでも何度かお話ししたことなんですけれどもさらにこう2か月ぐらいです、ね、彼自身がいなくなっちゃったっていう話なんですよね。で実際に彼ががが出てているるリリアリティショーがあるんですけどもそこに対してまあ無断欠席が みたいな話が、まあ、最初ねほやほやと流れてきてですねで、まあ、年末ぐらいにね、えー、ロックマンさんは体調不良じゃないかとかですね えまあアントグループの,その立て直しのために中国共産党の人たちとあの極めてこうね深刻な折衝しているみたいなそういう,こう証券会社系のレターがあってですねまあまあ元気だったらいいかと思ってたらですね実は行方不明だったとっはでのが、ね、最初ツイッターかなんかで出てきたんですねふわふわっと出てきたんですよ。ほんまがやと思ってたらですねと「この後ザ・サンに書かれてですねで最後はそのアメリカの大手エイジ氏に書かれるっていう、まあ、非常にこう、ね、段階踏んで話がでかくなっていくっていうそういうような状態がございましてですねこれほんまがと思って見てたら本当にねリディアンのみたいな話になってですねで実 まあとある AGC の記者の方がツイッターでも書かれてましたけれどもアリババグループの非常に高いレベルの幹部の人にどういうことやねんという話をしたところその本人と言わずに回答した中身でいうと非常に重大な問題を抱えているとそういう話なんですねシリアスであるという話でございますね。 でまあ、そのツイート自体がその削除されるみたいな話になってです、ねそ,れですね、それはそれでまた騒ぎになるみたいな話になってですね、まあ、そういった意味で非常にミステリアスな話ですよね。で、まあ、過去にもやっぱりねそういうその思想的な問題でか抱えたその中国国内の,あのまあ成功者なり政治家なりがですね、まあ、ある種雲隠しというか、ね、神隠しというか,なんかこか行方不明なんですよね。 で、その、しばらくすると、その、自己死してましたとか、ね、もしくは、思想教育されましたとか、そういう、こうね、なんらかの処置をされるっていうのは、やっぱり、あるわけですよね。これ、その、で、あの、しかも、こう、中国に詳しい専門家の人たちにも、そういうこと、をどうやでんとその、このご時世、そのことを平然とやるような政府があってええんかいな、みたいな話をするとですねいや、中国って昔からこうですか、らと。 でその中国共産党に限った話はありませんのでとか言われるとまあそうなんだろうけどさ普通もうちょっとこうねそうエレガントにやるじゃんとでその例えば日本とかねアメリカとかこうねやっぱこう昔からこうなんかこうね、あのー、まあ仲良くやってた国でそ,のそういう問題を起こした人がですね何かしらこう,いう変なスキャンダルかきたらてられて社会的に死ぬっていうのはまああるわけですよねで逆にこう中国みたいにですね物理的になくなるっていうのはちょっとまたの趣が違うわけですよね。 で、そのそこまでのものなのかっていう話はなってくるわけですよ。で、その実際そこまでのことらしいんですよね。で、紐解いていくとですね。まあ、確かに、これ、まあ、エイジーシーでも指摘があった内容なんですけれども。まあ、アントグループの m、MM、ム f あの、マネー、マネー、マーケット、マネーマーケットファンドか。の、あの、まあ、あ、利回りをめぐってですね。一回、こう、まあ、差し止めになったりとかですね。その利払いが多くすぎるって言うんで、その、まあ。あ、要はし、あの、市場。 経済の中で起きている金利の自然な変動ではないものである場合は、その中国共産党政府はこうこう強くですね、まあ、キャップをかけるんですよね。そのキャップの対象に幾度もなってきた MMF がやっぱりこうあってですね、まあ、それは大体アントグループであったと。で、そのまあ、過去からその中国のですね、金融当局に対して、まあ、挑戦的だって、まあ、本当に挑戦的かどうかは別として、挑戦的なえアプローチを取ってきたアントフィナンシャルグループに対して、 えまあ強い警戒感があったんだみたいなことはまあそういうねチャイナウォッチャーの方はずっとおっしゃるわけですよ。ただやっぱりこう中国からするとですね WTO にも入ってですね まあ、そのアメリカでね、大手の企業がそのたくさん上場している中でですね。中国の国内事情を持ってですね。これらのそのね、非常にマーケットにこう非常に大きな影響力のある会社のトップをですね。まあ、まあ、連れてっちゃうっていうのは、まあ、あ,あんまり考えづらい。例えば、その香港のですね、民主化をその支援してきた書店のあるじょですね。引っ張るのとはわけが違うですよね。で、もちろん、その、あの民主主義に対して云々とか、その、そういうその政治的な動きに対して、まあ、制約をかける。もしくは、その法輪功みたいな、ある意味、その中国に対して、あの中国。 中国の今支配体制にとってこう非常にこう不都合なことをやってるグループに対して、えーまあ、ある意味弾圧に近いようなことをやるってはまあまあ中国の,その行動現実はあり得ることだとは思うんですけれどもアントグループにやるかね でさらにはそのアリババグループの総数を引っ張るからっていう話だなるわけですよ。でこの辺非常にこう強い疑心暗鬼を生んでいてですね、まあ、実際その在、えー、アメリカの、ね、中国人コミュニティにそに非常にこうジャック・マーサンの、まあ、支持者っていうかです、ねまあ、非常にこうお、まあ、強い、えーまあ、なんていうかな影響を受けてきた人たちがいてですね、まあ、本当にこうジャック・マーサンをね ある意味そのまあ、我々のこう神だぐらいのことでこうやってるような人たちもいるわけですよね。で、そういうような人たちがその、まあ今回ね、あの、ジャックマーさんはどうも連れ去られたらしいっていうのを第一歩をですね、えー、まあとあるコミュニティに投げてですね、で、それはそのまあ非常にね、こう重要な、 あの人たちの中で,ですねまあ本当にそういうことがあるんだったらそのねえ中国の,そのまあ指導部に対して非常に強い嫌悪感を覚えるみたいなことを言ったらそういう人たちもまあ途中でいなくなるんじゃないかみたいな話を恐怖感を得てコロッと変わるわるけですよねまあそういうのがこうこう次々と起こるっていうのはやっぱ中国の怖さだなみたいなことがやっぱりあるわけですよ。 でまあ、もちろんその、ね、中国側にもそれなりに言い分があって、連れてったんだ、まあ、合意の下で連れてったって、後から言うかもしれないし、あとその、ね、ジャック・マーさんが、ねまあ、何年かして出てきて、あの時は私は間違っていたとかやる可能性もあるわけですけどね、要はその身柄を取っちゃって、玉を取ったうえで、えー、まあその自分は反省していますと、あの私が CCP とはそのは中国共産党の A 型に対して、えー、まあ間違ったことを言ってましたと。 えまあ間違った批判をしてましたというようなことをその言わされるってやっぱあるわけですね言わされるって言ってもその,その当時は本当にジャック・マーさんはそのまあ中国共産党の金融当局のやり方っていうのはよくないんじゃないかみたいなことをまあ言っていたわけじゃないですかと。 でその当選の中でいうとその当選のあり方の目標が見えないということは、まあ、かねてからね若桑さサに限らずその中国の、ね、経営者の方が外に出ると皆さん同じことをおっしゃるんですけれどもただやっぱそれっては今までどちらかというと内々の席で、えー、今のやり方にはその必ずしも自分は勝負しないというような言い方で、えーまあ、ちょっと柔らかいような形でまあ言うともしくはほかにやり方があったんじゃないかとかもしくはそのお、まあ、ミスを批判するとか過去やったことを批判するということをやるとやっぱり、ね、連れていかれちゃうので,です、ねまあ、どちらかというとそのお、まあ、いろんな 考え方あるけれども、そういうことを言う人がいるみたいな。そういうような言い方でうまくこうね。かぶせているわけですよ。ただ、こうジャックマーサの場合はその上場3日前にですね。公然と言っちゃったことでですね。相当その？ おまあトラブルのね元になっちゃったんじゃないかっていうことはまあこう,こうねえ皆さん証券界でも非常に心配しているところなんですけれどもで実際その今回2004年勝ち上がったそのアントフィナンシャルの,そのまあ業績の,その最初からえまあ見繕ってこれはまずいあれはまずいっていうことをまあ書き立てているですね11月の終わりぐらいに書いた中国のですね経済史のまあ論文というかエッセイがあるんですけれどもまあまあ酷評ですよね。 要はその中国の,そのいわゆるあの消費者型の金融,金融制度設計のために当局から特別に認められてえまあ市場の中でその余震を携わって 女子に携わっていいたアリババっていう,ような書き方なんですよねもちろんそのア,リあのアリババに限らずそのまあアントフィナンシャル全体の問題だっていうことをまあ彼らは書いてるわけですよ。でそのアントグループアントフィナンシャルとアリババの関係でいうと要はそのもう完全にそのアリババの支配下においてその各国の金融市場に中国型のまあ消費者金融ですね、まあ、消費者金融ってちょっと言い方変だなら金を貸すがではなくてその消費者が自分たちの自律的な例えばアプリをスマホの中に入れても そういうよういよな自立的なです、ね、経済環境を中国のテクノロジーをベースにして使っていくようないわゆるその経済的なその支援とかですね、まあ、協力体制とかそういう言い方をしてるんですけどそれの一角を担ってきたアン,トアントグループっていうような書き方をしてたわですね。でそうなってくるとですね、まあ、ちょっと言い方悪いですけどもその中国共産党としてはやっぱりこうアリババやそのアントグループっていうのはその手駒にすぎ,ぎないと。 で、その手ごまにこういろんなことをその後から言われて、むちゃくちゃムカついたというようなことなんじゃないのかなというふうには思うわけですよね。まあ、言い方としては、やはりその飼い犬に手を噛まれたような雰囲気のえー、まあ文明になっているわけですよ。で、その非常にこうね。こう特徴的なエッセイが英文で出ていたので、まあ、もしご覧になられる方がねいれば有料ですけど、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども。 まあ国評されるわけですよねその国評されている中身からするとやはりそのもう自分たちが、ね、特別認めてやって特別に大きくなってで海外の事業に関してもその、まあ、特に、ね、中国の技術やその金融サービスを世界に広めるために、えーまあ、あらゆるその便宜を図ってやったはずのアリババグループがこんなことしやがってと、まあ、主導部を酷評しやがってとさらに金融当局のね えまあビジョンが見えないとか制約が厳しすぎるみたいなことを言いやがってとで我々はどんだけ苦労してその中国の金融支持をですね統括してきたのか分かってるのかみたいなことを、まあ、面々と書いてあるわけですよね。 でこの辺りはやっぱりこう、まあ、去年の,あの,、まあ、あの安全保障関係の,その会議とかでもです、ね、中国の経済体制が非常にこう硬直的であるとで硬直的なのでそのあのもちろん中国国内の中国人の資産だけじゃなくて在外資産例えば日本人が中国に工場を出していくもしくはその不動産ファンドをやるみたいなことをやった時にその彼らの,その,あのエンティティーというのはその、まあ、まあ、プロパティが保てないとい要はその自分たちの持ち物をその国がちゃんと保証してくれないんじゃないか でそうなってくるとそもそも彼らはそのあの今の,その通貨制度の中にいること自体はおかしいって話になるしさらに WTO みたいな貿易の枠組みのもおかしいって話になるしもしくは AIIB とか一帯一路とかもしくは上海経済協力機構とかっていうような話の中で、えー、経済協力を海外にやろうとしている時の原資の中身がそれって あの中国共産党のものじゃないはずなのに中国共産党がその権限を持ってるかのような形でこう話をするのはおかしいってそういうような流れになってくるわけですよね。なので、まあ、クローニーだ要はその疑似的な資本市場経済だっていうような批判だけではなくてですねもっと根源的な。 えー、そもそもそのお、まあ、財産を国がその個人に対して認めるつもりが全くないんじゃないかみたいな話になってくるとですね全然様相が変わってくるわけですよねでその延長線上にその今回のアントグループのお、まあ、総帥であったジャック・マーさんが中国の,その金融当局の指導はその非常に制約が厳しすぎるみたいな発言につながっていったんであろうみたいなことがまあ予想されるわけですよでそうなってくるとですね、まあ、許容できないって言われてもですね じゃあ、その、我が国はですね、例えば、その、まあ、特定のね、財閥の人はですね、日本のそのね、大蔵省だとか、財務省だとか、僕ら省変だな、財務省だとか、まあ、国税庁のやり方が変だと、金融庁のやり方が変だということはできるかというと、まあま、あ言,言えるけど、言ってどうするのっていうか、それって、 お前らが民間で自由にやってる中でね、起きてることなんだから、お前らが家庭処理すればいいじゃんみたいなことが半分あって、もう半分がそのね、もっとその適正なその規制だとか、えー、監督の仕組みを考えるみたいな話になるので、その辺のニーズ背反的なところをまあ指摘されて終わるパターンだと思うんですけれども、中国の場合は批判が批判で終わらないんじゃないかっていうね、まあ、ある意味その、ちょっとこうね、言ってもうたよっていうレベルではないわけですよね。本当にそれによって粛清されるっていうレベルの話なので。 なんかねとんでもねえことになったぞっていうのが今回の事例ですよね。なのでまあこうねいや実はあれは何でもなかったんですよってジャック・マーさんが出てきてですねいやあの時私も言い過ぎましてみたいな頭書いてですねシャンシャンになる可能性もなくはないですしあとまあね ちょっとこう、まあ、彼はその従来からね、深刻なその持病の影響があってとか、まあそういうようなことを言ってですね、いつの間にか締めやかに早期が行われるみたいなのがあるとですね、まあ、それはそれで怖いなみたいな話なんですよね。そのあたりはちょっとぜひ、あの、まあ、今年のね、2021年の米中対立どころか、その中国経済全体のね、やるべき姿を占う大きな事件になっていくのかもしれませんし、そのあたりはね、ぜひ注目してみていっていただければいいかなというふうに思います。早速こう、ねえー、金融市場もその、まあ 私の誕生日何してくれてんねんっていうぐらいにですねこうすげえ動揺してですね <laughs> あの、まあ、一番厄介なのはやっぱりその中国関係の,その経済 指標がこれかから本当にどうなるのかで特にその中国の持ってるプロパティいや資産だと思っていたものは実は資産じゃないよってことはですね改めて突きつけられると中国に対して投資したいっていう人たちも減るだろうしそれに,に言うとそ,のそこにこうペグされてるはの人民元の問題ですよね、まあ、この辺りもどうなるか分からんしさらにこれからそのね全自然人民元の話も出てくるし、まあ、そういった点で言うとそのこれって本当にこのやり方でいいのかなって本当にこういう作戦で中国さん来る ですかねみたいなねノリですよね。うん、なんかこううっかりねアリババの株その下がったからちょっと買っとこうかと思って実はこれからちょっと大変なことになるんじゃないかみたいな話ですよね。アメリカアメリカでねこうまあ報告義務のあるような中国企業の上場を継続させないみたいな。 話は本当に出てくるとですね、まあ、そうなってくるとみんな徐々に発信になっちゃうだろうし、まあ、デカップリングは進むだろうなっていうか進まざるをえないだろうなっていうか今までそこにお金入れてた人はどうするんだろうみたいな話になってくと思うしじゃあ我が国はどうしたらいいねっていう話なんですよね。 で我が国は我が国ねその対中国で法律を作るわけにもいかないしで一方でその、ね、なんかこう中国で「ファイブ・アイズ」はどうのこうのっていろいろヒアリングが来たりすると、ね、いや中国の,その関連の調査会社から来るような話に関してはお答えできませんみたいなことを言う人だったらなんかチェックされて嫌がらせされるみたいな話があったりするらしいですし、まあ、難しいですよね。 まあ立ち位置が難しいっていうかね、潤い方が難しいななんてことを思いながら、こうね、えー、年明けを迎えましたけれども、皆さんぜひ、こう、中国関係をオッチしていっていただければいいなというふうに思います。はい。まあ、私もちょっとね、まさかこんなことになるなんてと思ってね、前回、こう、あのアントフィナンシャルのことやった時はね、こう、関連している中国のビジネスマンの方から、まあ、適切な解説ありがとうございましたとか、嫌み言われてです、うるせえことやろとか <laughs>、こうね、話聞いてたんですけどね。それはそれで、こう、ちょっとこんなことになるなんて誰も予想してなかったと思うんですけどね。 どうなんですかね。はい、当然ぜひ皆さんこう気にしていって頂ければいいかなというふうに思います。はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。